はい、どうもお疲れ様です。今回は山田洋次監督のね、学校シリーズの第4部作、なんか言い方おかしいですね、学校シリーズ4部作のラスト15歳を今見ました。学校シリーズってのは1話2話3話4話とあって、それぞれが独立した物語なんで、どこから見てもきちんと楽しめるようになっているんですけども、全体的にですね、学校の大人にフォーカスを当てたシリーズが1作2作3作と続いた中で、子供目線の学校ってのがね、初めてできたのがこの15歳という4部目なんですよね。で、しかも学校がほとんど出てこないんですよ。じゃあどういう風な形でこのシリーズが作られてるかというと、実はね、登場人物のこの15歳の中学生が家出をするんですよね。冒頭から家出をしてしまって、そしてまずはね、ヒッチハイクをして旅をするんですけども、最初に拾われたのが赤井秀和さんのトラックなんですよね。で、その中で様々なコミュニケーションを交わす中で、大人に対してちょっとだけ警戒心が解けたような場面が何点か見られるんですよね。その上で、大人の厳しさや親切に触れ合って、ちょっとだけ大人って悪くないなっていうふうに、考えただろうなっていうふうな節が見られるのが第1部ですね。で、第2部はですね、そこの赤井秀和さんに、つなぎで紹介してもらった別の会社のトラックドライバーさんの、まあ、女性の方、おばちゃんですよね。で、おばちゃんのトラックに乗るわけですよ。そうすると、そのおばちゃんは、子供がいて、娘さんが、ね、男の子がいて、娘さんがいてっていう母子家庭で、お父さんは出てこなかったんで、いらっしゃらないと思うんですけども、まあ、その中でね、トラックドライバーとして、女手一つで、二人の子供を育てる。しかし、妹さんはね、自由闊達に育つんですけども、お兄ちゃんの方が、二十歳前後ぐらいの、なんかね、シーンで出てくるんですけども、引きこもりになっちゃって、ほとんど口を聞かない、自己表現をしないような、そんな家庭環境なんですよね。で、そのおばちゃん、お母さんも随分長い間悩んでいて、うちの子がね、どうしてこうなってたのかってことがわからないまんま、トラックドライバーを続けている中で、赤井秀和さんにね、紹介されたこの主人公たる少年ですね。この少年をなんとなく自分のことのように思えて引き取っちゃうわけなんですよ。それでまあ一定期間ね、旅を続けるんですけども、その中で、ちょっとうちに寄っていきなさいよって感じで、まあ一晩ね、来てもらうんですよ。で、そうすると、この主人公の男の子と、その引きこもりのお兄ちゃんの方が、意気投合してですね、なんか仲良くなっちゃうんですよね。で、その中で、ちょっとね、すごく感動的なストーリーがそこにあるわけなんですけども、それはちょっと割愛させていただきますが、このおばちゃんたるお母さんがですね、この主人公の少年を通じて、自分の、そのお兄ちゃんの心根を知るんですよ。だから、いや、本当にあんたに来てもらってよかったわーっていうシーンがね、なんとも胸を打つなっていうところなんですよ。その後この少年は今度ね、なぜか屋久島に行くことになってしまいまして、屋久島に行ってまたそこで一騒動あるんですけども、そこでお世話になったちょっと年上のね、お姉ちゃんにこう思いを馳せながら、途中でね、まあ別れていくんですけども、そこで一世一代のね、トラブルに出会うんですよ。まあしかしこの一世一代のトラブル、とんでもないオチが最後に待っていて、まあ命を失わずに済むわけなんですけども、そこからまたね、ひとたび始まる。その時に、たまたま車で通りかかったおじいちゃんに拾われて、お前うちに泊まれってことになるわけなんですよね。まあそういった形で、いろんな見知らぬ大人に、まあ教育を受ける、気づかされる、まさに世の中が学校みたいな見え方をこの少年はするわけですよ。で、ラストシーンでね、非常にこの冒頭では何とも子供っぽい未成熟な少年だなと思ったこの主人公の男の子に対して、私たち視聴者は、ああ成長したなっていう風なね、ワンシーンを見ることになるんですよ。まあそれがですね、その最後に止めてもらったおじいちゃん、このおじいちゃんが失禁をしてしまうんですよね。もうお年を召されているんで、でその失禁をしたところを自分で何とかしなくちゃって感じで、助けていったり、まあ、いわゆるね、半分介護みたいな状態に入るわけなんですよね。で、それが、そんなに嫌じゃないと。本当、人のために働くのって悪いことじゃないな、っていうふうな形で、そのおじいちゃんのためにね、いろいろと働き出すわけなんですけども、その途中、このおじいちゃんの息子さんっていうのが現れて、息子さんが勝手に決めた病院に、そのおじいちゃん、つまりお父さんを、まあ、放り込むような形でね、入れていくわけなんですよ。その時にね、非常に私としてはね、うまく撮ったなっていうシーンがあったのが、その救急車で病院に運ばれていく、おじいちゃんが運ばれていくシーンがあるんですけども、その救急車が走り去った後に、車が、救急車がいなくなった後に向こうにね、
この主人公の少年を乗せたおじいちゃんの車の後ろ姿、マーク2の71だと思いますけども、これがちょっとだけ映ってるんですよ。それがどういうことかっていうと、もう二度と乗ってもらうことがないおじいちゃんの車をちょっとね、世相として表しているのかなっていうのと、救急車に運ばれていってもう我が家に帰ることがないおじいちゃんのその残された実家ってもののね、寂しさってのがあるのかなってことですよね。で、そこで、なんとね、そのおじいちゃん役が丹波哲郎さん、そしてそのおじいちゃんの息子さん役があの前田銀さんなんですよ。この役もものすごくハマっていて、ラストシーンを飾るにふさわしいこの少年との3人の関係ができてるなと思いましたね。まあ、そこでね、ちょっとね、涙腺崩壊必至ということです。ただし、まあ、そこではね、まあ、泣くようなシーンではないんですよ。泣くようなシーンではないんだけども、でも親や子やなんかね、地域ってものを深く心に刻んだ方は多分ね、共感する面が多いんじゃないかなと思います。まあ、そうこうして、最終的にはもう家に帰ってくるっていうところで、最後小林念次さんのね、お父さん役の家にこの子が帰ってくるんですけどもね、そのお父さんとの絡みも最後ね、ものすごくいいんですよね。で、ラストシーン、学校がラストシーンになるわけですけども、そこでやっと学校が出てくるんですよ。で、学校に登校するシーンではね、この作品が当時、公開された世相を表してるんですけども、まあ、女の子がね、高校生も中学生もね、なんかルーズソックス履いてる子が多くって、あ、その頃の映画なんだってことを思い出すんですけども、作品としてはこれいつだったのかな、2001年かな、うん、ちょっと書いてませんけども、見つけられませんけども、まあ割と平成初期の作品なんでしょうね、うん、まあそういう風な時代を思い出しつつも、今この15歳の少年は今どのぐらいになってるのかな、30代40代、あの頃は中学生だったけども、今はもしかしたら中学生の子供を持つ大人に育っているかもしれないなっていう風なところまで考えさせるような作品でございました。山田洋次監督、本当にね、すごい作品ばっかり作りますね、この人はね。映画界の手塚治虫みたいな天才ですよ。いや、逆か、うん、どう表現していいんだろう。とにかく役者一人一人を主人公に指す、そのぐらいの監督力がある、それが山田洋次監督だなというふうに改めて思いました。はい、15歳、ぜひね、ご覧になっておいてください。